はい、こんにちは、岡崎です。ニューカッスル監督キャリア始めていきます。初戦はリーグ4位のマンチェスターユナイテッド戦です。はい、この試合のスタメンです。それでは試合をやっていきましょう。さあ、マンユーとの1試合目、リーグでの2試合目。今回は引き、今回は勝ちた。仕送る、フレッチ。よしよしよし、めちゃめちゃいい。来た？よし来た。あー、くそ。よし、シュート、おっしゃ、決まった、ナイスか、ナイスカウンター、完璧。いや、よかった、今の。めちゃめちゃいいじゃん、今。ジョエリントンが裏抜けして、その空いたスペースにザニョロが入ってきて、ニア、ニアを打ち抜く。ジョエリントンのパスも良かったな。ニア、ダイレクトで打ち抜くと。いや、最高の出だし。さあ、9ゴール、2桁まであと1点。いいよ、いいよ。前の試合の大敗を打ち消すような勝利が欲しい。焦ってるな、ちょっと。ちょっと焦りが見える。我ながら。やべ、やべ、あっ、ナイスキーパー。いやー、危ない。やばい、ずっと満員の時間帯。やばい、やばい、やばい。あー、やばい。おー、触ったんか。ナイス。よし、サイド空いてる。もうそっち出ちゃう？仕掛ける。中央。いやー、これ通るよな。取って、オッケー。二人もポジにいる。よし、シュート！あ、欲しい！いい形、1点目取った以来の久しぶりのいい形だったんだけどな。いや、悪くねえけど、ちょっと外れたか、くっそ。よし、よし、よし、オッケー。守り切った。前半はオッケー。いや、前半めちゃめちゃ攻められたけど、リードで終えたのは OK。まあ、ただちょっとあまりに1点を守りに行こうとしすぎたな。ちょっと露骨に守りに行きすぎたせいで、ちょっと焦ってしまった結果として。ラザロ。よし。よし、来た。かわして。よし。あれ、おー、シュート！ダメかー。やべえ。ファール？おー、よかった、ファールか。ノーファルかと思った。あ、レッド。え？あー、でもその前なんかイエローっぽいのあったしな。レッドか。やばくないですか？レッド率やば。またレッドかよ。これレッドか。まあでもイエロー出てたっけな。だから早く逆サイドに戻ってほしいな、正直。特に、シャパレンコ。あー、やばい。ちょっと待って、一回サイドに戻して。ゾブニーに当ててシャッパーレンコな。いける、これは。うっ、ニア、くっそー、タイミングフィニッシュあったけど。いや、ナイリーすぎる。いや、決まってもおかしくなかったな。ナイリーよ。これはナイリーでしかない。粘るね。シュート、あー、浮いた、ダメか。さあ、どこ来る、奪える、よし、ナイスカット、サイド、いや、うわ、くそ、奪えねえか、うわー、くそ、やべ、ここマーク、いるよ、いるよ、危ねえ、終わったかと思った。オッケー。さあ、もうここはボールキープしつつ勝ちに行こう。いける、さすが、行ったぜ。よっしゃ、2点目。最後のとどめ、ジョエリントーンズ。調子上がってきたね、ジョエリントン。でも、バソコフの突破良かったな。体前に入れ切って、きっちり決めた。6ゴール目か。言うてザニオールと結構いい感じになってきた。0-2。よし、試合終了かな、もうこれは。あとは時間が待つ。よっしゃ、やった。いや、最高の試合。2-0。クリーンシートでなおかつ2得点だから複数得点だから最高やな。レッドカード出すぎて八百長なんじゃねえかっていうレベルになってきたな。八百長なんてできるわけないんだけど。2試合目はホームで10位のエバートン戦です。今日のチーム編成です。はい、それでは試合やっていきましょう。さあ、やっていこう。やっべ、切り返しされた。しつけ、まだ持つのか。てか、奪えないな、今日。よし、奪いきれないんだよな。こぼれ球ついていっちゃ
相手、いや、ちょっと待って、センターバック何してたの今。え、センターバックどこいた、なんで相手が普通に2人いたんだ、フリーで。やべ、やらかした。サイド、よし。後ろ、オッケー。来たな、これは。来たぜ、ナイスシュート。ナイス、原型、サイドからの1点、ロングスタッフ、ナイス。よかった、サイドへの裏抜けからの、いい位置に走り込んでくれたな、ロングスタッフは、これが。ロングスタッフ、普通に2ゴール。いいね。いい調子。攻撃陣は相変わらず好調やね。まあ、守備陣がどうかっていうもんね。さっきめちゃめちゃ危なかったからな。普通に誰もなぜかいなかった。やべ。あー、これ怖い。あー、これ打ってくるな。切り返しか。やべ。ナイス。いいよな、競り合いには。高さねえからな、ほんとに。今日のスタメン、いつにも増して高さがないよ。奪える。あー、奪えないか、ちょっと早いな。エルナージ来ないで。うわ、やっべ、やらかした。おー、ナイス、クリア。あ、これやべえわ。うおー、ナイス、ラッキー。ちょっと今のパスの発想が、まあ、ちょっと安易だったな。クガ、あー。いやー、そのプレイわかんねえ。クリアして、オッケー。勝てねえだろうな。勝てないよな、ほら。勝てないとは思ったが、案の定勝てなかった。リシャルリソン怖え。はい、いや。あー、これ終わった。やっぱりな。高さ足んねえ、このチーム。クロス上げられたら終わる。いやー、まあ、サイドで、リシャルリソンに速さで振り抜く、走り負けて、最後ヘッドか。早速同点されてしまった。5ホール。お、ラッキー。終わりかな。一応出すけど。あ、終わった。前半に1時、まあ、ワンチャンス決め切って1点したけど、まあ、攻められまくって同点にされたって感じ。いつもの展開やね。今日は勝ちて。いい上がり。おー、いい形。いいチャンス。よし。よし、もう一個行って。シュート。あー、タルくんかい。よかったんだけど。止めるか。ディフェンスしっかりしてんね。あー、やべ。やべ、ちょっと待って、反応良すぎ、反応しすぎでしょ、リッチ。あー、これやべ。やべ、やべ、やべ。よし、ナイス。いやいやいや、バーカ。そんなところで繋ごうとすんな。落ち着け。あぶね。もみ切ってるけど、本当になんとかって感じだな。やべ。あーぶね。高さで負けてるから終わったと思った。無理。どうするか。持ちすぎなだけになりそうな気がするな。ここボール持っても思い切って縦入れるか、入れるか。よし、来た。前向った。おっしー、こいつすげえ。いいボール出しだったんだけどな。いい位置で奪ったんだけどな。いやだ、危ねえ。オッケー、落としてサイド行こう。なかなか中央来た。これはこれは行ったでしょ。いや、マジか、決めてくれ。それはいいボールだし、いい時間帯をここで決めたい、正直。あー、落としてサイド出そう。一回勝負。いや、やば、惜しいけど、あー、パスじゃねえな。今そのまま切れ込んでシュートだわ。頼むから上がって、止まんないで。いやー、終わった、マジで。いやー、いちいち、いやー、決めたかったなー。後半だけ見ると、正直前半と通して見ると試合内容的にはかなり妥当なんだろうけど、後半まで含めると、まあ勝ち越し点取りたかったな。後半ほぼほぼずっとこっちの時間帯だったし。はい、ということで、次はレスター戦なんですが、1月1日で、まあ、移籍期限に入ったってことで、まずフェデリコ・フェルナンデス選手を放出しました。放出の理由としては、まあ、センターバック陣の年齢の陣容が28歳と30歳という結構高齢なんですよね。そこで世代交代を図りたいってことでちょっと放出しました。代役としてはオザン・カバク選手をリストアップしてます。カバク選手トルコ人で、なおかつ総合値も77と結構高くて、
まあ代役として申し分ないということで獲得していきたいと思います。まあただちょっと違約金は高いんですけど、まあそれ以上の価値があるということで、違約金を払って交渉していきましょう。いや久しぶりな、まあ主力選手、ああそうだね、確かに役割はまあ本当その通り、主力選手全然 OK、 こっちも考えてるし、最終的には要になってほしいし、まあ、5年契約全然 OK、 5年契約も全然 OK ということで、年俸がいくらになるかね、違約金もなしが理想なんだけど、おいけたね。契約言うて給与安いの思ってたよりですとか、下げていいのか思ってたけ要望すると思ってたんだけどな。ちょっと待って、じゃあボーナス削除して、ちょっと年俸多分どうせ上がることになる、年俸をちょっと高めにして2万6000でこれでどうかな。おっしゃ、乾く成立と。おー、これは大きいな結構。まあちょっと値は張ったけど、ただ将来のことを考えると安いかな。はい、ということでオザンカバク選手獲得しました。そしてスタメンに入っています。まあ早く試合経験を積んで成長してチームの柱になってほしいです。ということで今回の動画はここまです。それではご視聴ありがとうございました。